マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めに写真や動画でニュースをお送りするフラッシュニュースのコーナーです。今回は土浦市中学生交換交流事業についてお送りいたします。6月13日木曜日、アメリカ・パロアルト市の中学生と土浦市内の中学生たちが交換交流活動の報告を行うために安藤市長のもとを訪れました。土浦市の姉妹都市であるパロアルト市とは、平成5年に旧新張村の中学生がパロアルト市でホームステイをしたことをきっかけに両市の中学生の交流が始まりました。平成21年に姉妹都市締結をし、これまでに多くの中学生たちが交換交流を通して貴重な体験を重ねてきました。今年は3月に土浦市の中学生がパロアルト市を訪れ、今回はパロアルト市の中学生16名が土浦市を訪問しました。一行は6月7日に土浦を訪れ、およそ1週間土浦市内の中学生の家にホームステイをしながら、学校訪問やお寺での座禅体験などを行い、日本の文化や風習などに触れ交流を深めました。初日はぎこちなかった中学生たちも、市長訪問の際には肩を組んだり手をつなぐなど、すっかり意気投合した様子でした。コロナ禍を経て完全な交換交流としては5年ぶりになります。本当に嬉しく思っています。今回の中学生たちは小学校の時に、本当に大切な時期にコロナ禍によってさまざまな我慢を強いられてきた世代です。今年から制限のない形で交流が再開できて、そして子どもたちが本当に楽しそうにしている姿を見て、改めて日常が戻ってきたなという思いがします。That would be, I love being here in Japan. So that would be, when I went, last night, I went with my buddy and I went with her friends and we went to the shopping mall nearby and then we played at the game center and we got the gashi, the Japanese snacks. And it was very, very sweet of them because they also bought me snacks and they were also very inclusive. So I thought that was very sweet and I had a lot of fun.Oh, the rice fields and the lake is very beautiful. Or probably buying stuff from the vending machines because we don't have that in America. It's very fun. 初めて受け入れして文化の違いから結構通じないことがあったりしたんですけど、楽しかったです。海外いろんな国に行ってそれぞれの文化の違いも学んでみたいですし、食の違いとかも気になっているので行ってみたいです。多くのことを吸収できるこの中学生の時に海外での生活を体験するっていうことは、豊かな感性とそして国際感覚を持った子どもたちがたくさん育ってくれるということを願っています。お互いの国の文化を肌で感じ、貴重な体験を重ね、とても有意義な経験ができたと言えそうです。両市の中学生にとってとても貴重な体験でしたね。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今回は学祭土浦2024土浦八坂祇園祭開催に伴う交通規制のお知らせ、物価高騰対応重点支援給付金、スマートフォン講座、LINE アプリ活用講座、グリーンカーテンコンテスト、賢く節電、クールに夏を乗り切ろうについてお知らせします。はじめに学祭土浦2024についてお知らせします。きらら祭り開催期間中に地元の高校生たち合同の文化祭学祭土浦を開催します。
土浦市民ギャラリーでは7月27日土曜日から8月4日日曜日まで各校の生徒が制作した美術品などを展示する見せます各校のアートな作品学校紹介を開催します。また8月3日土曜日にはうらら大屋根広場で各学校の PR と部活動の演技披露などを行う学校自慢ステージパフォーマンスを実施します。学生たちの熱いステージをぜひご覧ください。詳しくはシティプロモーション室までお問い合わせください。次に土浦八坂祇園祭開催に伴う交通規制のお知らせについてお知らせします。みこしや出し、獅子の巡行が行われるのは7月26日金曜日から28日日曜日までのご覧の日程と場所になります。これに伴いご覧の区間と日時で全面通行止めを実施します。巡行コースなど詳しくはホームページをご覧になるか八坂神社祇園祭連合事務局または礎会事務局までお問い合わせください。続いて物価高騰対応重点支援給付金についてお知らせします。物価高騰による負担増を踏まえ令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税になった世帯に対して給付金を支給します。支給対象、支給額はご覧の通りです。申請方法は確認書またはホームページにある申請書に必要事項を記入して7月29日から9月30日までの間に社会福祉課に郵送してください。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。続いてスマートフォン講座 LINE アプリ活用講座についてお知らせします。8月19日月曜日午前10時からと22日木曜日午後2時からいずれも男女共同参画センターで開催します。市内在住の方が対象で LINE アプリの操作方法などを基礎から学びます。当日はスマートフォンをお持ちください。申し込みはご覧の内容を記入して8月5日月曜日までにメール、ファックス、はがき、または二次元コードから申し込みください。詳しくは DX 推進課までお問い合わせください。続いてグリーンカーテンコンテストについてお知らせします。募集部門は家庭部門、事業所部門、公共施設部門の3部門です。この夏、市内の自宅や事業所、公共施設に吊る性植物によるグリーンカーテンを設置する方が対象です。応募は環境保全課、各支所、出張所、各中学校地区公民館、ホームページにある応募用紙に必要事項を記入し、設置状況の写真を添えて8月1日から23日までの間に郵送または直接窓口にて応募してください。詳しくは環境保全課までお問い合わせください。最後は賢く節電クールに夏を乗り切ろうについてお知らせします。環境に優しく夏を快適に過ごすために、無理のない範囲で節電に取り組んでみてください。夏の節電のコツとして、エアコンフィルターの清掃や、ゴーヤやアサガオなど、つる性植物で作るグリーンカーテンの設置などがあります。また、テレビやパソコンなど、家電製品からの放熱も、
部屋が暑くなる原因の一つです。使わない家電の電源はオフにしましょう。その他、暑さに負けない体づくりを心がけ、元気に夏を乗り切りましょう。詳しくは環境保全課までお問い合わせください。続いてウォッチング土浦です。今回は毎年年に2回開催している天童フェアをお送りします。6月22日土曜日、土浦町角倉野村と小町の館で山形県天童市の特産品を販売する天童フェアが開催されました。土浦市と天童市は平成12年に相互交流に関する協定を締結し、毎年初夏のさくらんぼの時期と秋のラフランスの時期の年2回行われ、毎回多くの買い物客でにぎわいを見せています。この日も土浦町角倉野村の前には朝から大勢の人たちが訪れ、天童市の物産品を買い求めていました。毎年人気のさくらんぼですが、今年は天候不良の影響で佐藤錦が不作なため、濃厚な甘みが特徴の紅秀峰が店頭に並び人気を集めていました。交流協定を結んでいる年になりまして、でそういった経緯もあって、毎年春と秋にこういった形でさくらんぼと、秋はラフランスを、販売にこちらに来ております。今回の目玉商品はやはり、今が旬のさくらんぼになりますね。9時前ぐらいからはいらっしゃる方は何か毎年楽しみに来ていただいているという方も中にはいらっしゃって、そうですね、大変こちらとしてもありがたいなと思っております。今回はね、一番に来ないと思ってたらとんでもない話でしたね。10時には着こうって来たの、8時からね、並んでらっしゃって、とても美味しそうで、まあ、うちに帰って食べてみないと分かりませんけども、ここの来るさくらんぼはいつもいいものが来ております。天童フェア、今回も多くの買い物客でにぎわっていましたね。次回の天童フェアは秋に開催します。皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。最後に献血ご協力のお願いです。ご覧の日時、会場で実施しますので、ぜひご協力ください。マイシティ土浦、いかがでしたか。これからも市民の皆さんに役立つ情報を盛りだくさんでお送りします。次回は8月1日が更新日となりますので、ぜひご覧ください。今回は市民アナウンサー菊池がお送りしました。